はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の点と直線丸4をお送りします。で、このシリーズ4本目ですね。で、今回またね、ちょっと違うタイプの問題を3問取り上げていきます。なので、まあできそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、確認してもらって分かんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回は3問全部座標を求めます。で、まず1番が点 A-2 の3ですね。これに関して点 B と対称な点 C をと求めるという問題になってる。で、これどういうことかっていうと、本当はちゃんとね、あの XY 軸書いてやった方がいいんだろうけど、イメージとしてこいつに関して B と対称な点 C です。つまり対称なとこ求めたいと。で、どういうことかっていうと、例えば、まあ、位置配置おかしくなるけど、まあ、B がこの辺にいるとするでしょ。で、どっかと、まあ、対称な点 C、まあ、対称なところを見つけたいんですけど、A が、もしここにあったら、この A に関して B と対称だから、あ、ずれた。ここですね。A を基準にして B の反対側、対称なところにいるやつを求めろっていう問題になってます。で、なんでわざわざこれ書いたかっていうと、これイメージできれば、つまり BC ってあるでしょ、ここ。それの中点が A なんだよね。ちょうど対称なとこにあるからさ。だから中点使えます。前回勉強したやつね。で、今回まず求めたい C を、じゃあその XY っておこうかね。まあこうやって置いておきます。求めたいからさ。で、中点なので BC の中点が A でしょ。まず X 座標から考えると、 C じゃねえや、B がこれでしょ。こいつとこいつの中点がこれになる。だからまず X 座標は X と4で、中点っていうのは足して2で割る、つまり2分のをつければ中点になるでしょ。これが X 座標で、これが A のX 座標に一致するからマイナス2になります。これ全部 X 座標でやってるわけね。で、 Y 座標も B の Y 座標1、こっちは Y だから Y+1、 そして2分のをつけると。で、それが A の Y 座標に一致するから3となります。で、あとこれ解くだけで、これを解くと、まあね、普通に両辺2で割って普通にこれ移行してやればいいだけなので、答え C は2だとマイナス4持ってきてマイナス8か。で、こっちも6だね、かけて。で、1持ってくると5になるからマイナス8の5と。まあ、こんな感じで解いていきましょう。OK。で、2番ですね。で、今度は点4の3。からの距離が5である X 軸上の点 D を求めます。で、これまあ X 軸って言われてるから、こっちは書こうかね。で、まあイメージとしてはこうなってる。で、4の3だから、まあ、この辺に打って、あるでしょ。で、求めたい点 D っていうのは絶対 X 軸の上にある、ここの上にあると。で、どこかわかんないんだけど、例えば、じゃあ、これ適当ね、ごめんね。この辺にあるとする、D が。そしたら、ここの距離が5ですよっていう。で、それで求めろと言ってます。で、さっきと同じく、まず求めたいものをこうやって置く。だから、よっしゃ、D イコール XY でいったろうって思うんですけど、これ、X 軸の上に乗ってるので、Y 座標0だよね。この上に乗ってるからさ。で、こっちは分からないから X でいいでしょう。こんな感じでね。で、こうやって置くと。で、今回はもうこの長さ、中点とかないからさ、こっちに関しては。だから、ここの距離が5っていう求めるしかないので、まあ、2点間の距離の公式を使います。で、2点間の距離の公式は、ルート。まず X 座標を引くので、こっちから引こうか。X 引く4。引いたものの、ごめんね、2乗。で、こっちが0-3なんで、プラスマイナス3の2乗になります。で、これが今5になるんだよね。2点間の距離が5と。で、これ解いていきます。
で、ちょっとルートめんどくさいので、先に両辺二乗しちゃいましょう。左辺も右辺もね。そうすると、こっちがルート外れます。で、ルート外れて、しかもこれ展開すると、x2 乗でしょ？マイナス 8x、四四16。プラス、これがサザンが9だね。で、必ず忘れちゃいけないのが、右辺も二乗するので、25になります。で、これ左辺に全部持ってくると、定数項消えちゃうんだよね。25が全部ね。で、こうなると。で、下ギリになっちゃったね。これ解くと。こうなるので、さてさてどうしようかな。ちょっとあっちこっち行って申し訳ないですけど、こっち行っていいですか。で、これで、x イコール0と8っていうことが分かりました。なので、求めたいのはここに x 戻せばいいので、求めたいのは、まあ d 書かなくていいか。0の0。x0 だからね。0の0。もしくはもう一個。8の0と。これ両方答えです。いいかな？この図は間違ってるね。d がここに来ないといけなかったんだけど。いいかな？まあこんな感じで解いてください。まあポイントはここだね。最初がちゃんと置けるかっていう。で、非常に入るか不安になってきたんですけど、3番行きましょうか。で、今度は2点。1のマイナス3。そして3の2。こっから等距離、つまり等しい距離ね。同じ距離にある直線 y イコール2x 乗の点 E を求めます。で、これちょっと右上に書こうか。さあ、どこまで入る？入ってる、大丈夫ね。で、1のマイナス3とだから、で、先に、y イコール 2x 書いちゃうか。まあ、こんな感じ。ああ、ずれた。ごめん。まあ、こんな感じね。y イコール 2x。で、3の2なんだけど、3の2だから、まあ、この辺にしとこうか。3の2と、1のマイナス3。1のマイナス3なんで、まあ、この辺かね。で、こっから等しい距離です。等しい距離。で、等しい距離だし、しかも y イコール 2x 乗になきゃいけないと。だから、まあ、どっかわかんないけど、まあ、この辺ちょっと原点かぶっちゃいそうだけどね。こういう感じにすると、こことここの距離同じになりそうでしょ。だからその場所を求めたいと。ね。で、この1番2番と同じように、まず置きます。求めたい、いいよね。で、ここの置き方なんだけど、まあ、x 使ってもいいんだけど、ちょっと t 使おうかな、ここは。で、x 座標をね、文字で置きます。もちろん x でもいいんだけど。で、その時に xy と置くんではなくって、今、求めたいその点がこの直線の上に乗ってると。だから x 座標を t って置いたら、ここに t を入れることができる。つまり y イコール 2t になるから、こっちに 2t になります。こうやってね。だから x って置けば x と 2x って置くことができると。まあどっちでもいいね、文字に関してはね。 a でも構わないし。で、あとは2点間の距離が同じ、つまりここの距離とここの距離が同じってことを使いたいので、さっきのこの公式を2つ出してイコールにします。で、まずどっちかどっちでもいいんだけど、こっちからいこうか。この距離。3の2とこいつの距離ね。で、一応ルートから書きますが、さあ入るかな、これ。ちょっとちっちゃくいくよ。まず、こっちから引くよ。x 表から引くので、t から3を引くので、t-3 の2乗。プラス 2t から2を引くので 2t-2 の2乗です。これがこっちの距離ね、上のこっちで、そいつとこっちね、これが同じになるから、イコールルート、また t から今度1引くので t-1 の2乗プラス 2t から -3 引くから 2t プラス3かの2乗と、ちょっとごめんね、はみ出しちゃった。これおかしいね。よいしょ。で、こうなる。で、実はこの後両辺2乗するからルート外しちゃっていいんです、本当は。最初からね。外してもいいんだけど、ちょっとあえて書きました、今回は。で、ルートを2乗して外す。そして展開を4つするって超めんどくさいんですけど。展開頑張りましょう。いきましょうか、こっから。で、これ絶対入らない気がするけど。ちょっとごめんね、はみ出すよ。t の2乗マイナス 6t プ
プラス9。プラス5のこっちね。4t2 乗で2に合して8だから 8t プラス4イコール t の2乗マイナス 2t プラス1プラス 4t2 乗 12t プラス9と入った？あぎり OK で、これまたまとめていきます。そうするとね、これ t2 乗消えるよね、きっと t2 乗 4t、5t2 乗でしょ、これ 5t2 乗消えるね、消えてしまって、で左辺に t、 右辺に数字定数項を持ってくればいいから、これも辛いな。こっちが 10t でしょ、持ってマイナス 10t でマイナス 24t か、でかいな。で定数項の数字の方13持ってきてマイナス13でしょ、でマイナス3か、つまりマイナス24で割るから、これ8分の1だね t で出ました。で、t が出たので、最後この t を e のこの2箇所に戻してあげればいいから、e イコール、こっちはね、そのまま8分の1。で、こっちは8分の2になるので、約分して、4分の1と。こんな感じで解いてみてください。こんなにちょっとね、狭く頑張らなくても意外と入ったけどね、ちょっと見にくくて申し訳ないんですが、まあちょっとでも参考になればと思います。では、今回は高校数学数2の点と直線丸4をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回、次回が、また丸5か。で、点と直線というタイトルは次回で最後ですね。平行四辺形に関する問題を次回取り上げますので、もしよかったらね、そっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。